2015年6月1日、韓国のインターネット上に、このほど、韓国人男性が、日韓の文化の違いについて綴ったスレッドが掲載され、話題となっている。スレッドを立てたユーザーは、韓国の市場やスーパーでは、自然栽培だということを強調するために、大根や人参、山芋などの野菜は、土がついた状態で売られている場合は多い。しかし、日本でそのようなことをしたら大騒ぎになるらしく、店側は野菜をできる限り綺麗な状態で売るというと綴り、日本の文化が理解できないと訴えている。これについて他のネットユーザーは以下のようなコメントを寄せている。韓国人だけどスーパーに行ったら綺麗な野菜を選んで買うよ。日本人は清潔さにとても敏感。私の父は土のついた野菜の方が美味しいという。これは個人の好みの問題。韓国では土のついているものは国産品、ついていないものは輸入品と考えられる。店側は自然栽培をアピールするのではなく、国産をアピールしているんだよ。悲しい事実だが、韓国人は国産と偽るためにわざと土をつけて売っている。日本では何に関しても清潔で綺麗に整理されたものが好まれるようだ。